こんにちは。こんにちは。私はナスチャです。ロシア人で、ナスチャンネルやっています。久しぶり。そうですね、久しぶりです。今日はね、寿司を食べるんだけど、寿司東京10っていうところで食べます。いいね、私は食べたこと、行ったことないし。結構新しいビルで、俺もここ行ったことないんだけど、評価が高いから、美味しいとは思うんだけどね。じゃあ美味しく食べましょう。OK。じゃあ行きましょう。でも全然変わってないですてか、いつぶりだっけ?1年半分くらい。そうだね、すごく楽しみにしてました。お茶だけど乾杯。乾杯。久しぶりの乾杯。もうお寿司全部味付いてるんで、そのまま。あ、はい。金目鯛です。金目鯛。はい。いただきますね。うわ、すごく美味しそう。何か見ちゃっていい？美味しい。ちょっとわさびのこと心配してたんですけど、うん、すごいまろやかで。まろやかで。美味しい。おかわりいくらでもあるね。おかわり自由。食べ放題。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味いね。日本に来る前に何が楽しみですか？食べ物は。メカブです。メカブ。はい。ポン酢で味付いてます。はい。寿司、寿司、ラーメン、豚骨、豚骨ラーメンがいい。はい、生ホタテですね。生ホタテ、塩レモンが出てきます。ホタテは大好きです。これで一番でこのくらいでいいと思うよ。はい。ちょっとつけて。うまい。めっちゃ美味しい。まあ、これ生ですよね。 生ですね。なんかベルルジュと生の何も食べれないから。大きいし。そう、めっちゃ大きい。めっちゃうまい。なんかこっちのお酒すごく美味しい。そこまでなんか強くない。今ね、ポン酢聞いて思い出したんですけど、うん、ベラルーシで面白かったのは、その寿司も、醤油じゃなくて、ポン酢もつけないといけなかった。あ、はいはい。それは何、普通？醤油がやっぱり多いけど、ポン酢の時もある。あ、特に白身魚。白魚じゃない。あ、本当。サーモンとマグロとホタテ。そうそう、カツオですね。はい、カツオの炙りです。美味しかった。そこが大事だよ、一番。わさびつけなくても大丈夫。あ、もうつけても。あ、つけない方がいいですかね。つけない方がいい。美味しい。炙りの味。うまい。今日はね、幸せに。今日は幸せに。いや、魚ってすごく美味しい。なんかベラルーシで全然魚食べなかった。あー、まあ、サーモンとかはあるかもしれないけど、やっぱりこういういろんな魚食べれるところってさ、やっぱ日本しかないと思うから。まあ、あと選択肢、なんか普通は焼き魚、はいはい、あとグリル魚だけ。このまま食べる。うん、めっちゃうまい。どんどん美味しいの出してくんで。ありがとうございます。はい、楽しみです。煮アワビですね。出汁で柔らかくしたアワビ。食べたことない。ちょっと柚子ついてる。アワビって、まあ、貝みたいな。うん、まあ、アバロニ。食べたことないと思います。柚子の匂いがする。うん、でも柔らかい。食材としては高級の食材では。あ、本当？そうそう、今高級の味感じたよ。めっちゃうまい。これは？それは肝？肝ですね。肝臓みたいな、リバーみたいな。確かにレバーの味がする。貝のリバー。本当に日本酒とかビールがあればめちゃめちゃ最高だと。残念ながらね。そうですね。こういう状況なんであるんだけど。しょうがないです。まあでもお茶と一緒にでも。そうそうそう。お茶でも全然美味しいからね。日本料理って、うん、
いろんな味があって、あとそこまで濃くない。だから食べやすいし飽きない。これ確かに、うん、健康にもいいし。そうそう健康にもいい。私もう1ヶ月前に行ったけど、うん、痩せた気がする。あ本当。だからダイエットにもいい。まあでもね、美味しいからいっぱい食べちゃうと逆効果になっちゃうから、うん、そこは気をつけないといけない。そうですね。イカですね。はい。イカを薄く。で、刻んで握りに、いつものイカと違う？うん、あ、柔らかい。なんか、イカってなんかいつも、まあ硬い。注意、うん、噛み応えがあるイメージです。そうそうそう、これは結構柔らかい。親の浅漬けです。沖縄で食べたことあるんですけど、ああ、ゴーヤね、全然苦くないですよ、このゴーヤ。あ、そうですか。本当に、はい、僕ゴーヤ嫌いなんですけど、食べれば。あ、本当ですか。大丈夫です。楽しみ。うん、本当だ、あれ全然苦くない、ね、さっぱりしてる。うん、なんか沖縄でもゴーヤ食べたことあるんですけど、すごく体にいいと分かってるんですけど、体にはいいよね、ビタミン C もあるし。苦かった、食べれなかった。あ、でもお茶、なんかこういうのお茶があって、うん、あれ買って普通に飲めた。あ、そうなの、うん、前の動画結構見たよね。あ、そうですよね、うん、なんか今でもまだ見られてるから、うん、コメントとかたまに来る。なんか20万いや、まだ70万ぐらい。え、そんなに。その間に温かいもの、牡蠣のおすまし汁、はい、カキが入ってる、オイスター。本当だ、すごくいい匂いします。あ、全然いいじゃん。うん、美味しい。カキは好き？大好き。おー、うん、なんか優しいよね。うん、なんか温まる、心温まりますね。こういう味はすごく好きです。まだ4割だね。割れた。4割。コースの。ああ、そのちょうど割れ。お腹どうですか？シャリ小さくしますか？普通でいいですか？とりあえず。うん。はい、まだ大丈夫です。はい、赤酢っていうコース、ちょっと赤いお酢使ってます。なんか普通はなんか白い米だけだと思ってたけど。ああ、でもこっちがいいとかは多分ないと思うんですけど。僕が店には結構高かったりするんです。クローズ使うとなんか黒くなるかな。黒だと強すぎる気がするけど、あんま聞いたことない。そっか。いくらですよ、ロシアの。ロシアのロシアでも馴染みのいくらです。松前漬け。松前漬けです。松前漬け、スルメイカみたいなやつとか、人参とか昆布とか、そうですね、結構ネバネバする食べ物なんだけど。どうぞ。ありがとうございます。下にご飯入ってる、一緒に。はい、はい、これ見たことないんですよ、うん、昨日納豆の動画、ね、アップしたけど。そうですね。まあ、これもネバネバしてる。すごい。いや、あのネバネバイクラは見たことないんですよ。そうだね、イクラ自体がネバネバしてるわけないけどね、昆布が。昆布こんなね、おう、白いです。うん、あれ面白い、なんか組み合わせは面白い。バードさん出ます。うん、もっとこのイクラ、うん、の味もする。ちょっとカズノコだ。カズノコも入ってる。カズノコ入ってる。これもね、日本でしか見たことないんですよ。あ、本当。うん、うん、英語でヘリングって言うんだけど、ニシンっていう魚なんだけど、でもヨーロッパでは結構食べられる。まあ、ロシアですごく人気。人気だよね、うん、そう。でも卵ってあんまり食べないかもしれない。食べない。これはニシンの卵ってこと？そうそう。ああ。カツノコはね、間違ってたらさ、批判が来るから。そうですね。何嘘ついてるんですか？カツノコの。それはね、わかります。ちゃんと注意しないと。難しいんだよね、この魚ってさ、いろんな種類あるでしょ。こういう感じで、日本語だったらいいんだけど、トッキリさん、炭酸水、英語で説明するとすごく難しくて。あ、確かに間違ったこと言っちゃうとさ、ちょっとそれはそれで良くないから、はい、ちゃんと調べて一応説明するようにしている。偉い。まあ、たまに間違えることあるけど。まあ、それはあるんでもありますよ。ベラルーシでもいくら食べる？
ベラルーシのイクラすごく人気で。あ、そうなんだ、うん、日本のイクラとさ、違いとかってある？大きさとかはどう？え、同じ大きさ同じ？あ、でも、そう、ベラルーシで、うん、あのイクラ食べたことないんですけど、ロシアの場合だと同じ大きさのイクラと、もうちょっと大きめのイクラがあります。これより大きい？これより大きい、うん、あ、そうなんだ、結構大きい。そしたら値段もちょっと高い。高いな、はい、濃厚な湯葉豆腐。湯葉豆腐、はい、湯葉豆腐すごく気になるので。湯葉豆腐から。湯葉豆腐から。ああ、なんか食感が面白い。あのマッシュポテトあるじゃないですか、はいはいはい、そういうなんかクリーミーなマイルドとか。寿司の中だったら何が好き？寿司ネタだったら。焼きたてなんで、こちら。ああ、うなぎです。うなぎ一番好きです。うなぎがちょうど来たやつ。一気に一気じゃなくてもいいけど、多分半分ぐらい感じ。はい、すいません。はい、すいません。タクシー3匹ぐらい。詰め詰めです。うなぎあるかどう。これもうなぎ今。おいしい。なんか温かいからもっと美味しく感じるかな。確かに。めっちゃうまい。うん、これもあれ、小餅昆布にし、それもにし噛むとね、音がすると音がするコリコリ。お便りください。うん、なんか聞こえてる。聞こえてるかな。たらこのわさび漬けです。はい、わさび漬けってすごい珍しいです。山わさびに3日間漬けたたらこ。あ、そうなんですね。ベラルーシではタラコは缶詰の状態だけで売ってる。あ、売ってるんだ。でも、うん、で色はちょっと白っぽい。白っぽいですね、はいはい、これは何、どうやって食べる？そのまま食べる？パンに塗って食べる。でもね、私は日本でタラコパスタとか明太子パスタとか食べたから、うん、パスタと一緒に混ぜて食べてた。なるほどね、いいね、それ美味しそう。うん、とても久しぶりです、これこういう形の。あ、柔らかい。わさびの味。わさびの味。ほんのり山わさびの香りしますね、はい。何度も言うけど、酒欲しくなれば。なんかめっちゃ柔らかくて、なんかすぐ口の中で溶けますね。はい。これは美味しいと思う。なんか見ただけでも美味しいもん、うん、なんかさすがエビって感じ。ニダコです。はい、わさびちょっとつけて。あれ、あれ、甘い、甘い、甘い、うん、うん、柔らかい、柔らかくて甘い。あ、何肉に似てる。あ、みたらしだ。アナゴの爪かけて。あ、そうなんですね。それの甘さだと思います。あ、はい、でも、みたらしだも確かにそんな感じで、そういう感じでタレは近い。めっちゃ柔らかい。これは何だ、何だ、これはね、はい、マダイ。マダイ、昆布締め。美味しいしか出てこないですね。ウニです。和風に手巻きで。あ、これも温かい。モリモリ。モリモリ。すごい。美味しそう。バフンウニ。わあ。ウニはどうですか。好きですか。好きですよ。肌にいいですよ。かきいた。よかったら使います。この。うん。うん。懐かしい味。うん、
最高。ウニ好きですか？あ、好きそうです。めっちゃ柔らかい。すぐ溶けちゃった。フランススタッフの場合では、なんか海近いじゃん、すごく、だからみんな海に行って普通にウニとか取れる。あ、そう、自分でウニ取って、そこで焚き火、その焚き火の中に入れる、中に入れて、あ、そうなんだ、なんか焼いてなんか食べる人もいます、まあ、新鮮なウニだからさ、そのまま食べた方が美味しそうな感じするけど、でも焼いても絶対美味しい、うん、多分なんかロシアではあまり生で食べる文化はないから。なるほどね、うん、だからと思う。次、こちらもエビですね。富山県の白エビ、あ、これで20匹ぐらい入ってます。ええ、ちっちゃいエビだ。ちっちゃいエビだね。あ、20匹ぐらいの白エビ。そうだね。なんかあの前出たイカに似てる。あ、似てるよね、確かに。似てる似てる。うん、美味しい。なんか全部柔らかいですね。なんか多分熟成とかわかんないけどねっとりしてるから、うん、ちょっと置いてるんですかね。これピキットシートっていう、あの余分な水分と臭み抜く、はいはいはい、ありますよね、はい、それ使って。あ、そうなんですね。大体半日以上旨味だけ凝縮する感じです、ね、あ、なるほど。はい、しめ鯖です、うん、今日一番おすすめです、ね、おー、はい、今日の一番おすすめということで。そうなんです、酒飲む方にはすごく柔らかい。どちらからいらっしゃったんですか？ロシアです。ロシア、うん、ドラストビッチしか。あ、何ですか？意味は何だったか忘れちゃいました。こんにちは。こんにちはでしたっけ、すごいじゃないですか。YouTube 見てて誰かが喋ってた。ああ、いや、なんかロシア人の YouTuber とかですか？いや、なんか一応 YouTuber です。あ、そうなんですか？あ、そうなんですか？ナスチャさん。すごいですね。ナスチャンネルのナスチャです。ぜひ登録します。ありがとうございます。一人登録ゲットしたね。僕の方もちょっと登録お願いしますかって。僕は日本食冒険記っていう、日本食冒険記、はい、ってチャンネルで、じゃあ登録します。すいません、ありがとうございます。カンパチですよね。カンパチ忘れちゃうんだよ、紙に書いてみます。あ、ぜひちょっと後で見てください。外国人の女性と一緒にご飯食べるっていう。あ、僕そういうの見たことあるかもしれない。あ、じゃあそれは僕かもしれないです。あ、本当ですか？はい、これも美味しい。全部美味しい。YouTuber のぬりぼう、ぬりぼう&ハワキンってやつがいる。あ、知ってます。ナンパするやつです。ナンパです。歌うやつですよね。あの人僕大好きで、3人ぐらい登録してる。僕は17万すごいすごい。ナスちゃんは4万人ぐらい、うん、いやでも絶対伸びます。可愛いから絶対伸びます。そんな感じがします。ありがとうございます。外国の方で YouTube やられてる人何人か登録してます。あ、本当ですか？誰だろう。結構あの世界狭いんで。なんかオランダ人の人、あ、エラフレイさん、あの人めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。はいはいはい、僕あの人渋谷ですれ違ったことある。あ、本当ですか？僕一緒に撮ったことあります。あ、本当ですか？はい、前にエラに来た時、帽子かぶってマスクして歩いてたって僕すぐ分かります。めっちゃバンじゃないですか。じゃあ今日のこれ、鳥です。トロ、トロ、ネギトロ巻きと穴子と卵。あ、すごい。お腹どうですか？すぐに食べます。本当ですか？うん、わかりました。柔らかくて醤油味。甘さくいくらです。めっちゃ溶ける。溶けるね、これね。うん、一瞬で溶けましたね、口の中で。そうそうそう。あと握り方も結構柔らかく握ってる。ああ、そうです。食べた時に。とか、うん、冷蔵ケースにずっと入れた分じゃなくて、常温に出して、20分ぐらい置いとくと、はいはい、マグロが常温になって、油が溶けやすくなる、はい。あ、なるほど。さりげなく考えてやる。いやいや、これで、なんか終わりですよ。これで終わり。あと、味噌汁か。ネギトロ巻き。どうぞ、ネギトロ巻きです。ありがとうございます。はい、玉ねぎ、寿司クレープみたいな。寿司クレープ、確かに。お味噌汁を失礼します。しじみのお味噌汁です。はい、
切れるか卵焼き食べれます。卵焼きはもらいます、はい。穴子だけいただきます、はい、最後は穴子で、はい、しじみ、わお、え、多い、すごいちょっとびっくりだね。俺もしじみ1日で10キロぐらい使える。そうなんですか、はい、すごい、うん、うまい。じゃあ卵だし巻き卵、うん、最後そうですよね、揚げてる。本当だ、柔らかい。お腹は、お腹はもう寿司で妊娠しちゃった。ちょっと待ってください。私は今日あえてこの服を入れました。見えないように。見えないように。種はね、俺は食べちゃう。なんか子供の時に、うん、あのおばあちゃんに言われたのは、食べたらこっから。そう。飲んでもすぎる。いいよ。種いっぱい食べたら胃の中で成長してスイカが出てくるよみたいなね。そう、私は信じて一回なんかなぜかのそれ飲んじゃって、あの種をすごくビビってた。美味しいよねこれ。美味しい。甘い。これは本当にこんなに甘いの、なかなかない。どうだった？めちゃくちゃ美味しかった。お腹はいっぱいですか？そう。お腹も完全隠してるよね。言わなくていいんじゃないですか。、うん、幸せです。ナスチャンネルというチャンネルやってるので、あのよかったら見に来てください。いろいろ日本とかについて、ロシアとかについて配信してるので、多分結構見てる人いると思うから。概要欄にありがとうございます。チャンネル貼っておきますんで、はい、はい、ありがとうね。ありがとうございました。パカパカ。パカパカ。